なんだって？行くぞ、キリア。大怪我をしてる。頼む。カーラさん、それにお前。すまん、至急治療してほしいんだ。どうしたんだその足。俺よりそっちの方が重傷を負ってる。何をやらかした？銃で撃たれた。この男確かカムロ町で有名なホストじゃないか。早く処置しなければ危険だ。おい、手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。理由は聞かねえが、もし追われているのならあんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。ここにいたら目立つからな。分かった。
ああ。ああ。Yeah.さあ、行くか。時間食っちまった。行くぞ、義龍。ほほー。
だよ。なんだお前。手間取らせやがって。行くぞギリュウ、そろそろ着くぞ。着いたぞ。久しぶりだなマスター。キリュウさん、この町に帰ってきたんですか。まあどうぞ。1年前を思い出すな。ああ。何にいたしましょうか。マスターに頼みがある。じゃあお前は堂島大吾を助けるために天のビルに来たってわけか。ああ。だが分からないのはなぜ俺たちを始末しようとしたかだ。いや、和樹は俺たちをおびき出すための餌だ。俺たちの存在が邪魔な連中、俺たちに共通するもの。へえ、分からねえ。仕組んだのはおそらく大吾と合田会長を拉致した海外組織だ。海外組織？府警の別所という刑事がそう言っていた。別所？知ってるのか。昔カムロ署の4課にいたんだ。カムロ署に？俺が新米の頃はカムロ署の4課の看板だった。さっきの河原のおっさんとは同期でな。マムシの別所に鬼瓦っていや、カムロ署と警視庁のエースとして有名だった。そうだったのか。伊達さん、あの河原って刑事に俺の前で人を殺すなと叫んでたな。ああ、俺は今でもあの人を許すことができねえんだ。何があったんだ。俺が一家に入った頃、もう15年以上前のことだ。警視庁に入ったばかりの俺は、当時一課の班長をしてた河原さんと組んで不法入国者の捜査をしていた。目的は殺人事件の容疑者との接触だった。あの頃の河原さんはノンキャリアにもかかわらず、やり手のデカとして有名だった。俺はそんな河原さんから捜査のコツを盗もうと自分から申し出て現場へ同行した。だがそんな河原さんへの尊敬の思いは一瞬にして吹っ飛ぶことになった。どうしたんだ。河原さんは捜査に抵抗する不法入国者に向かって次々と銃を発砲したんだ。相手の抵抗も激しかった。だが俺たちは警察官だ。よほどのことがない限り撃つことはしねえ。でも河原さんは容疑者に向けて次々と発砲した。相手の男たちは。ああ、当然死んださ。河原さんが殺したんだ。俺は問い詰めた。容疑者とはいえなぜためらうことなく殺せるのかと。そしたら河原さんはこう答えた。しょうがねえじゃねえか、こいつらが悪いんだってな。その後も河原さんは不法入国者への発砲を何度となく繰り返したが、その都度正当防衛として処理された。しかし殺人デカと陰口を叩かれるようになり、ついに河原さんは一家から外された。そんな過去があったのか。未だに撃たれた男たちの死に際の顔がまぶたに焼き付いてる。河原って男には何か深い傷がありそうだな。
俺もそれは感じるんだが、本人に聞いてみても何も言わない。だが、ただの外国人嫌いとも違う。俺はな、キリュウ、カズキを撃っちまったことより河原さんを止められなかったことを後悔してるんだ。だってさ、あのおっさんが抱える深い闇、俺はそれを理解してやることもできやしね。口じゃ悪く言ってても河原さんのことを気にしてんだな。まあな。ああ。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。Oh!
手間取らせやがって。女のくせにタバコか。うるさいわね。本庁の公安部だかなんだか知らないけど、えばらないでよね。何よ。あんまり強がんな。少しは女らしく生きろ。どういうこと？あんた府警四課の主任なんだってな。どうしてそれを。ああ、さっきビルに落ちてた。これが現場にあったらヤバいと思ってこっそり拾っておいたんだ。銃を撃った時にでも落としたんだろう。飛んだヘマだな。まあ無理もねえさ、あんな状況じゃな。あなた自分は撃たれていたのに冷静なのね。ああ俺にとっちゃあんな状況は慣れっこさ。そう、やっぱり本庁の人間は場数が違うのね。そんなことねえさ、俺が特別なだけだ。本庁も府警も関係ねえ。あんた女のくせしてなんで四課なんかでデカやってんだ。別にいいじゃない、あなたには関係のないことだわ。遅くなったな。本当に遅いわよ。カールさん、あんた大丈夫なのか。ああ、なんとかな。カズキの容体は。まだ手術中よ。中の様子はわからないわ。ちょっと。なんだお前らは。出の見感じるにゃ。おい、ケチャンニャ、いろな、壊れはった。お前ら誰だ。アニャ、イニョソロン感じぬか。アニャ、お前ら海外組織の連中か。待ちなさい、警察よ。あんたたちここに何をしに来たの。ちょっと待て。なんだ、うるさい連中だ。日本語喋れるんじゃねえか。ならなおさら許せねえな。お前らに用はない。俺はあるんだ。何？目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。なら殺すまでだ。死ね。
すがに強えな。お前ら誰に頼まれた？やめろ。次は本当に当てるぞ。いえ。韓国의조직진관파。なるほどな。なんて言ったんだ。手回しが早いな。非常警戒網が敷かれたのよ。ここはまずいな。話は後だ。伊達さんが待っている場合へ行こう。しばらく寝てろ。行きましょう。もうすぐよ。着いた。あ、帰ってきたな。ああ、マスターは？ちょっと出かけてる。それにしても随分遅かったな。その代わりいいネタが仕込めたぜ。どんなネタだ？病院で和樹を襲ってきた二人組を捕まえて組織の名前を吐かせた。真剣派？漢語で真という字は仁、剣は言、派っていうのは派閥って意味で派と読む。まあ日本じゃ派っていうのが普通だがな。人言派、韓国の組織か。間違いねえ。聞いたこともない組織ね。まあ知らなくて当然だ。日本のヤクザと違って韓国系の組織はマフィア化している。表だってダイヤモンを掲げるような真似は絶対にしない。組織の名前も単なる呼び名でしかない。奴らにとっちゃ名前なんかどうでもいいのさ。大切なのは鉄の結束、それだけだ。じゃあ大吾と合田会長を誘拐したのもその人言派か。ああ、可能性は高いな。けどよく韓国語が分かったわね。昔ちょっとな。ここも危ねえようだからそろそろ場所を移そう。どういうことだ？どうやらここにも刺客の手が回っているらしい。本当か？マスターの様子がおかしいんだ。そわそわと出たり入ったり、どっかに連絡したりな。それに何だ？彼女のことを探してるみたいだ。私を？この写真がカウンターの中にあった。なぜこの写真が？ここは俺一人に任せてくれ。マスターに確認する。お前は伊達さんと河原さんをせれない。分かったわ。あれ、桐生さんお戻りで。マスター、
この写真は一体何だ。それはなあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか。いや、それは誰に頼まれたんだ。いや、マスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。キリュウさん、俺たちのために死んでくれ、頼む。許してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減って、みんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか。銀行が相手にしてくれなかったので、つい毎日返済に追われて困っていたら、急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ。戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか。そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですからもういい。え？1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての型は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。キリュウさん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ心の救いになるんだ。だから店を捨てないでくれ。はい。